フォト部門にね、ノミネートされたんですよ。1000作品中、20人。すごい。これを見た人が、ちょっとこう、にこやかに、ほわっとするような作品を作りたかったんですよ。こんにちは、ミュージョンジョーのアブタです。はい、今回はですね、なんと、直吉が、ミルボー、DA のコンテストにね、ノミネートされてるんで、国際フォーラムまで来ました。侵入していきたいと思います。グランプリ取れるかな、行ってみよう。あそこに直木さんがいました。クリエイティブな軍団と一緒にいます。お疲れ様です。お疲れ様です。やっほー。お疲れ様。秋はグランプリ取ります。スピーチも、はい、ぼちぼち練習通り行こう。阿武隈川のおかげで賞金取れましたって言います。酔ってんじゃん、もう。もう酔ってる、うん、もう酔っ払ってるから。はい、じゃあグランプリ取りに行きます。会場来ました。直木さん何にノミネートされてるんですか。フォト部門にね、ノミネートされたんですよ。1000作品中20人。1000作品すごい。こんな感じ。絶対省くな。何がすごいって、これあれですか、今回企画から全て何から何まで。あ、そう全部ね、自分で考えて。どんだけ美容師オールマイティなんだよ。これテキストとか入れたりとか、そういうのも自分で考えて。テキストが今回課題になるんだよね。そうです入れ方は自由なんですね。そうです、テーマは決まってる。あれ、あ、これおめっちゃいいじゃん。これよ、説明欄あります、はい、今時代は閉鎖的でみたいな、なんかいいこと書いてあるのよ。いいこと書いてあるじゃない、これ、ほら。明るい気持ちなんだけど、今この時代にね、ニコってなるようなデザインをちょっと、初めてノミネートされて、初めてファイナリストに残ってるんで、うん、めちゃくちゃ楽しい。こっから授賞式があっちのホールで。すごい。あります。壇上上がります。はい。で、ここでグランプリに呼ばれるかも。はい。グランプリになったら前で話すし、審査員賞取ったら前に出るし、取んなかったらこうやってます。まあ、そこで直吉がどうなるかをちょっと楽しみにしててもらえたらなと思います。この今回の思いなんか作るにあたって、この説明文に書いてある通りなんだけど、暗い気持ちになっちゃうから、やっぱり今、うん、コロナ禍でね、うん、だからこれを見た人がちょっとこうにこやかにほわっとするような作品を作りたかったんですよ。だいたいかっこいいとか、うん、そういう感じが美容のフォトだと結構出やすかったりするんですけど、人に伝わるような作品を作りたかったなっていうところで、こう人が見た時に笑顔になるような一本前に踏み出すような作品をちょっと作りたかったかなって感じです。はい、グランプリ選ばれることを今願っておりますが、とりあえずトイレに行ってきます。はい、今多分なんかクイズやってるっぽい。ボリューションダメージお見事。さあ、関東代表オーバーレイ徳永さんが1ポイント獲得で、オーバーレイに5ポイント目が上ります。ここにグランプリを取る時であろう人が待機したような、高いとなるのでしょうか。どれがいいですか。リノさんのはいいよね。あー、違うんだね。よく一緒に撮影、そうで、ご一緒したりとかしてみたら、すみません、はい、自信を失ってみた。リアな口調で僕のが一番ナチュラルだと思うんですよね。うん、やっぱなんか品質が違うから、なんかしらあんじゃねえかなみたいな予想はしてるけど、何かしらに当たれば15万じゃないですか。おい何に使いましょうか。とりあえずスタッフに還元します。グランプリ取っても30万じゃないですか。全額キャッシュバック。キャッシュバック。グランプリ取ったらポスターになるんだよ、これ。あの、ね、駅のポスターになるんだよね。はい、駅のポスターになります、はい、それも特賞であるんで、やばい。はい、待ち遠しいですね、受賞は。受賞がね、うん、受賞します。社会的なメッセージをテーマにビジュアルを創作し、一般の方に伝わる表現力を磨く広告的フォトイベント。今年は The Stage for the Future をテーマに作品を募集し、国内のみならず海外からも集まった作品総数は1055作品。それぞれの視点からジャッジが行われ、ノミネートされた20作品が決定。本日、ハイクオリティな作品を作り上げたファイナリストたちがここに集結。作品の創作ポイントとともにご紹介します。ジャパー直樹さん、夕日の逆光で希望を、音楽という形で人の支えを表現。モデルの笑顔に釣られて心が少しでも軽くなってくれたら嬉しいです。絶対に一番高い。
まずは審査員賞の発表です。審査員賞には教育支援金15万円が授与されます。それでは一人目の審査員賞、ギークアム高橋学さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。アネル高木良平さんです。カジサロン張延春さんです。ニコヘア藤川里乃さんです。続きまして最後の審査員賞です。エンディアム高橋ひとみさんです。おめでとうございます。さあそれではいよいよグランプリの発表です。 DA アド2022応募総数1055作品の中からグランプリに輝くたった一つの作品を作り上げたのは一体誰なのか。では佐藤社長、発表をお願いいたします。グランプリニコヘア藤川里乃様、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。 DA アド2022グランプリの栄冠はニコヘア藤川里乃さんの手に輝きました。あ、お疲れ。お疲れ。あ、ダメだったわ。いや、俺来たと思ったよ、絶対、本当に。俺来たと思ったよ、俺もでも。うん、てか、ミノさん呼ばれた時点で、グランプリじゃんと思った。思った。俺もちょっと、あの時点で、ちょっとコメント考えた。あー、ダメでした。悔しいなー。悔しい。いやー、悔しい。ここまで来ると悔しいよね。もうすごいけどね、ノミネートされただけで。いや、みんなのおかげっすよ。じゃあ、みんなの10万円みんなで。あー、パッとやろう。お、こんなもらったらすごいじゃん、なにこれ。えでこいしょ。ええ、こんなもらったんで。え、すごい。はい、今からお金ももらってきます。よし、あ、どうした。じゃあね。はい、そんな感じで。バイバイ。